皆さんチャオ、月井純奈です。さあ今日さ、結構みんな影響受けたと思うけど、大好きな漫画とかのなんかこう心に響いた名台詞をさ、なんかこう話していこうよみたいな。多すぎてみんな出せるかな、ね、めっちゃあるじゃん、いろんなのが。はい、なんかね、そういう中でもなんか面白いのあれば。確かに面白いのじゃないか、なんかこう心に響いたなみたいな。ありいや、これやっぱなんかあったから、こう自分今の自分あるなっていうのとかあればね。じゃあまずいいですか。どうぞ。まあ、でも前回も多分出した映画なんですけど、ピンポンっていう映画が実は漫画で、久保塚洋介選手が、選手ですね、さんが、久保塚洋介さんが俳優さんだからね、選手じゃないから。そう、実写版っていうか、あの映画には出てたんですけど、うん、そのピンポンっていう漫画で、うん、まあ、要は主役の子、才能はあるけど努力はしない子だったんですよ、うん、そう、で、その子がまあ言うのが、うん、この星の一等賞になりたいんだ、卓球で俺はっていうのが、一等賞って言い方が私はいいなと思って、だから世界一とかじゃなくて。なるほどね。そう、そう、卓球での一等賞になりたいって言って、本当に、まあ、漫画の中でですけど、うん、一回人体切っちゃうんですよ、その子も。あ、そうなんだ。あ、じゃあ似てるんだ。似てるんですよ。そう、人体を切っちゃって、で才能だけでやってて腐っちゃって、でおばばっていう、ずっとその卓球場とかをねやってる、うん、おばちゃんが、なんかお前は死ぬほど努力したことないくせに何言ってんだよみたいな、うん、なので、まあ、頑張って最後世界に羽ばたく選手になって本当に一等賞を取るんですけど、うん、そうそう、その時のなんか結構世界一になりたいですみたいな言う人いたけど、あ、うん、星の一等賞って なんかかっこいい、なんか世界よりも重みあるなと思って。この星の一等賞になりたいの、あ、そう、俺はってやつだよね。そう、ね、そう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 、世界チャンプ目指してんだからなんて。そうそう、でも言い方がなんかさらにこう規模がでかくて、うんうん、ちょっと響いちゃったなっていう、なんかまずは世界を目指してた私としては。確かにね、はい、確かにこの星のっていうのはかっこいい。かっこいい。確かに世界ってそういうことですもんね。そうね、その競技の中では自分にシンクロもできるもんね、うん、自分の場合ね。そうそう、怪我をしてて、そうで、また腐ったところが立ち直るんですよ。なるほどね、うん、そっか。じゃあ確かにこの人体やってるっていうのは共通するから。共通しますね。なんかその怪我してる最中とかはめちゃくちゃ、あ、よく試合前とか見ます。あ、そうなんだ。モチベになんか、あと音楽とかも、あの映画の方はいいし、うん、であと漫画の方も絵とか、そもそも可愛いんですよ、ヒロに。そのライバルになる子が、うん、その久保塚が役がやってる、あのペコっていう子の、まあ、友達で、逆にこっちは自分が才能がないと思ってやってたけど、実は才能あったみたいな。あ、なるほどね。で最後ライバルになって戦ったりするんで、うん、なんかそういうのを見て、なんか、あ、成長のこういう過程とか挫折とか、うん、あ、確かに才能で上がるやつもいるなとか、あとめちゃくちゃ努力しかしてない、もうがむしゃらにやりすぎて卓球嫌いになっちゃうやつとか、うん、出てくるんですよ。なるほどね。めちゃくちゃシンクロしてるなとか。なるほどね。ね、確かに、うん、それで、あの、純奈もこの星の一等賞になったの。なりたかったです。もう本当にもうずっとこうやってやって、だから優勝した時このポーズしたんですよ。あ、そうなんだ。これピンポンのポーズ。あ、なるほど、ね、みんな仮面ライダーとか言われるんですけど、うん、仮面ライダー見たことない。なるほどね。申し訳ないんですけど、ちょっとヒーローものあんまり見てない。俺ね、ちなみに一番、心に残ってるのは、もう、みんな大好きだけど、スラムダンクの安西先生の諦めたら試合終了ですよみたいな、かっこいい。あれはこれは多分みんなガーってやられたと思うけど、しかも安西先生が言うからいいっすよね。そうだね、こういういつもふわふわ。そう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 。で結構これはね、俺なんかちっちゃい頃見て、自分も諦めないように頑張ろう、諦めない、うん、いつでも諦めれるっていうのが結構心にずっと今でもある。だから確かに確かに、あ、スラムダンクに育てられる。スラムダンク、いや、父スラムダンクですか。そう、父スラムダンク。そう、そのぐらい本当にね、あれはインスパイアされますよね。そう、あれが一番あったなと思って、うん、あと、あのワンピースのどこあのサンジの、あのクソお世話になりましたって正座してやるやつ。もうね、あれ、家庭が大事ですよね。そう、家庭も大事なんだけど、そのね、それを響く、お、なんかたださ、普通だったらこう、ただお世話になりましただけど、うん、クソお世話になりましたっていうのはすごい愛情があって。確かにね。いや、なんかいいなと思って、あと、信頼関係がないと言えない。そうそう、ね、重みですよね。もう、あのシーンでもう何度泣こう、泣きそうになったことか。いや、確かにサンジって結構多いかも、そういうのね。うん、そう、なんかさっぱりキャラなのに熱いじゃないですか。そう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 、そうですね。サンジのキャラクターが結構クソって言葉を使っちゃうけど、そこではかなり大きな、違う、違う、うん、その深い、3時しか言えないようなあの場面の言い方ね。そうだよね、うん、
あそこもうね、いや俺もクソお世話になりましたって言えるような人と出会いたいな。あ、わかる。あれチョッパーもほら、あのヒルルクさんだっけ、ヒルクさん選手そうのところとかも ね、なんかみんななんかそういう背景にいるじゃないですか、こう偉大、ね、偉大というかなんかこうそのキャラクターをこう、そうでも、ね、あの背景まで描いてる漫画ってすごいすごいよね、うん、私だってロー好きですけどやっぱあれも好きですもん、あのローのニコラスだっけ、あーあのドフラミンゴの、そう、ね、弟弟か、そう、ニコラスじゃないと思う、それニコラスニコラスってニコラスペタースしかないなんか2つ名前があるんですよ、名前が2つ彼はそうなんだ、そう、ね、編集でやっといて、ちょっとドフラミンゴの弟のあいつのフィギュア高えんだよマジで俺最近さワンピースのフィギュアめっちゃ詰めててさロシなんてね、ロシなんてコラソン、コラソン、コラソンめっちゃ高いんだよね、コラソン高いんすか、高いのよやっぱ人気だもん、声出ないと思ってたら喋れてんだもん、うん、ね、そう、俺それちょっと撮ってた、あれは泣いちゃったもんだから私、でもセリフじゃないですもん、コラソンって存在が泣けるんでね、話広がっていっちゃうねえ、セリフで言うとなんだろうな、僕高校生の時に、うん、愛してるぜ、話した、俺今話してる、思い出したニコラスってどこで出て今コラソン聞いたってどうぞどうぞ、高校生の時にすごい響いた言葉があって、響いた、そう、若いからこそ響いた言葉があって、うん、それこそスラムダンクなんですよ、鶴瓶花道がやっていた天才ですから、あ、自分で言った言葉があって、おー、分かる分かるやっぱまあこうね、大人になっていくにつれいろんなことを経験して、うんうん、すごいこう重たいこともいろいろあるんだけど、シンプルに理由なき自信、ああ、うん、天才ですか、うん、って言って本当にこう上に行く素人からね、そう、素人から行く姿がすごい俺の中で響いて、あ、まあ分かるかも、あれを言い続けた時があった、あ、マジで、そうなんだ、でも分かるから、だから自信をねこう持って取り組むのと、そう、謙虚とその自信がないと紙一重ですからね、うん、でもそれで言うとナルトのロックリーのガイア先生が、うん、あの言うこれかな、ガイ先生、ガイさっきからちょいちょい惜しい、ちょっと惜しい、ガイ先生が慣れてもないの、そう、自分を信じないやつなんかに努力する価値はないも一緒じゃないですか、うん、そうね、自分を信じないやつなんかに努力する価値がないんでやっぱ、うん、でそれがねちょっと大人になっていけばそっちの方響くんだろうわかる、僕マジでその俺強えからみたいな時期だったから、うんうん、オラオラしなきゃね、オラオラギラギラしてる時だったからこそ、うんうん、あの言葉が響いたなあの時っていうこうね、確かに昔を振り返れば天才なんて今じゃもう一切思えないけど、その時はもうなんか天才じゃないとここまでいけないでしょみたいなぐらいの感じになってたし、自分で言うことが大事ですよね、そうそうそうっていうのもあったから、努力する人って謙虚ってよくね言われるから、うん、そうだけど信じれないのに努力したってしょうがないんですよ、そうだね、うん、自分を信じることはマストだよね、そう、努力だけしてても絶対いけないのでね、目標にはね、俺あともう一個、あのね、バキの浜裕次郎が言うなんかね、毒も食らう、栄養も食らう、わあ、何でももう全部、そうそう、現代のその食べ物とかに対してなんか防腐剤とか保存料、なんかいろんなものは体に良くない、現代でも健康にいいものだけ取るのも健全と言えない、確かに毒も取る、確かに栄養も食らう、もうね、俺の中で毒いやー、浜裕次郎やっぱすげえなって思って言うことがかっこよすぎるなって思って、確かにちっちゃい時もなんかいっぱいウイルス触ったりしてる子の方がなんか大きくなったら健康って言いますもんね、なんか免疫ついちゃってみたいな、ね、でもほら結構さ今現代社会でさ子供も結構、うんうんうん、やりすぎな人たちも結構多いから、ね、ま、守るに徹するというか、そう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 、やっぱ浜裕次郎ぐらいやっぱ毒も食らって生きて毒食らっていかないと強くなんで、でも死ぬかもしれないですけどね、まあね、まあでもその、ね、大事大事、そう、なんか浜裕次郎、意味合いとしては、そう、意味合いとしてはね、確かに浜裕次郎やっぱ見習おうよ、見習おうよ確かに最強生物だから、最強生物だから、でもやっぱ運まで生きたければ浜裕次郎見習わないとやね、ダメですもんね、毒も食らう、そう、最強生物になるためには毒も食らう、やばいな、毒食らうか、もうなんかこれ俺結構好きでめっちゃみんなに、しかも他のキャラじゃ言えないですもんね、言えない桜木花道とかじゃ言えないですもん、そう、やっぱそれは桜木花道はもっとなんか自分のことをちゃんと気をつけられて、強くないからね、やっぱ最強生物だから俺が言えるこの言葉
今のジャスーで言うとバカボンドってわかります？バカボンド、それこそスラムダンク書いてる人の漫画ですよ。ああ、そうね。で、いうのが強くなりたいではなく強くありたいって言うんですよ。で、他のその師匠みたいな人が言うのが、強いものはいないけど強くありたいと思うものがいるだけだみたいな。そう、面白いなと思って。この違い、強い人っていないんですって。強くありたいって思うからそれが行動に出て、うん、そういう風に結果につながるんだ。強くありたい、ありたい、強くなりたいではなく強くありたい。そう、うわー、これこれいいっすよね。これ深い、そうそう、響くな。強くありたいっていいなと思って。確かにね、いいね。やっぱまあこれメンタルの話だもん。メンタル、メンタル、ね、そう、今ので言うとね、確かにね、うん、強くなりたい。そう、バカボンドは結構みんな見てる人と見てない人はっきりして見てほしい。でも、ね、ちょっと難しくなってきちゃう。あの宮本武蔵のお話でも、ね、いや、あのまあ、あのどっちも混ぜてますけどね。本当にあったような人もいるし、本当にいた人物もいるけど、その人物が言ったとは限らないんで。そうね、あの混ざってはいる。面白いよ、面白い。俺も大好き。なんか、いや、いいね、名言。生生死をかけてる感がすごいです、バカボンドは。ね、死にかけるんで、一回。いいな、強くなりたい、そうではなく、なりたいではなく強くありたい。あ、俺もそうしよう。影響受けるの早く見てもないし、さっきからさっきからスラムダンク、だいたいブレるのね。スラムダンクでまず諦めないっていうのを覚えて、ハンマーだけで努力を、あ、毒を食らう。強く、強くなりたいではなく強くありたい。もういい、この動画で何回言ってるか。でもだからあり、今そう、現代、現段階でも強くありたいって思う。なりたいって時間がかかりそうだけど、ありたいは今すぐでも気持ちの持ちようでできそうだね。そうだね。いや、多分、多分ですけどね。いいいいいい。いやー、もう響く。青春を、青春したいわー、マジで。男はね、いつまでも青春したいんですよ。いや、でもバカボンド本当おすすめです。ね、うん、見てみたい。そう、バカボンド。そう、さっきそのバカボンドも思い出して、もう一個なんかあったんですよ。深いなーっていうのが。なんだっけな。ジャグラーないけど。あ、そう。自分ちょっと違う。あ、そうだね。でも僕もちょっとその、いや、いいよいいよ、ずれててもいいよ。俺もその響くっていうのも、うんうん、そう、響くっていうよりもなんか、あ、なるほどみたいなのあるし。泣けるじゃない。あ、泣けるも大事大事。もうワンピース何回泣いとか合わせると、ワンピースで一番男って思うキャラクター。え、誰誰、いっぱいあるもん。ゾロとか誰。それがセニョールピンクなんですよ。セニョールピンク。あ、ちょっと待って、俺わかるわそれ。え、そのセリフ出てきました？うん、一番男なんですよ。一番男だよね。そうなんだ、もう男だよ。でもいっぱいで男らしいキャラ出るのに。あっちゃんじゃないけど、パンって書いてんの男だよ。あっちゃん、あっちゃん、あっちゃん。一番なんか、確かに聞いたのが、この服を着てる時だけ君が微笑んでくれる。うわあ、赤ちゃんの、赤ちゃんのあれ、赤ちゃんの、はい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 。めっちゃ、いや、今めっちゃ鳥があった。自分で言っといて、自分の声量で。確かに確かに。あの、愛、愛だよね。元男の持ってる愛を、もう要素が紙一重ですもんね。具現化された感じ。今の一言って、男人に弱いとこ出したがらないけど、それを晒してでも笑わせたい人がいるってことでしょ。あれはいい話だよね。確かに。セニョールピンク、フランキーとね、兄弟分だと思う。フランキー今もだってね、一味のもう主のキャラクターになっちゃってるけど、昔ね、そんなそっち系でしたもんね。そうそう、敵だったからね、どっちかって。今めちゃめちゃもうメインキャラになっちゃってる。フランキーなんか、あのなんか男キャラって、ワンピースで出てくる男キャラってかっこいいこと言うよね。いっぱいいません？なんか男らしさで言えば、サンジも、サンジも男らしいし、女に対する言い方みたいなのがあるじゃん、うん、レディー、レディーにね、レディーね、うん、だって敵役にやられてまでもレディーだからやられますもんね。そうそうそう、女は蹴らんけど。いやー、男らしいね。うん、そう、ボコボコにされてても絶対蹴んないですもんね。セニョールピンク、セニョールピンクのキャラクター見たらめっちゃびっくりしますよ、多分昴生さん。いや、見た見た見た、今見て、見ました。あ、いたいたと思ったけど、どこで出てきたっけ、こんな人。ドレスローザっすね。ドレスローザか、あ、そうか。それでみんな、この格好するのにこんな正当性あるんだってなるぐらい納得したの。確かに、なんだこのキャラってなったけど、あのキャラが変態に見えない。そういうことみたいな、ごめん、なんかバカにしてって。いや、俺このフィギュア買おう。セニョールピンク、
めっちゃ面白い。え、高いんじゃないですか、大丈夫ですか、セニョールピンク。セニョールピンクあるかな、わかんない。こんなに戦って結構強い方やのに、うん、体だらしないよね。そう、ないですよ、めちゃめちゃ。そしてイワンコフも結構深くないですか。イワンコフってルフィが死にかけてて、イワンコに助けを求めたんですよ。で、奇跡だったらお前らと起こせるだろうって言ってイワンコに対して、いや、奇跡を求めない奴の頭上にしか降りてこないと。だから奇跡が起きると思って受け身になって待ってる奴のところに奇跡は起きないんだよみたいな、帰れみたいなって門前払いするんです。そんな人にすがって奇跡を起こしてもらおうとしてるような奴の上に奇跡なんて落ちてこないって言って、はってさせて、で俺たちでどうにかしなきゃっていう人を助けることはできるけど、初めからあなたが変えてくれるでしょってすがってくる人に対して奇跡なんて起きないよっていう言葉。だから貧しい国とか上に貧困に倒れそうな国も、その生きるっていう気力、生きたいという思いがあるから奇跡を起こせるわけであって、誰かが何かしてくれるって待ってる人には奇跡なんて起こんないって言うんですよ。小田栄一郎ってマジ人生なんてか怖いよね、怖い。しかも伏線回収も怖い。だってさっきのほんとサンジのクソお世話になりましたって、今あのサンジの兄弟とかその生まれた過程を知るともっと深いじゃないですか。そう、あの時はただ単にね、なんかそうぼっちの男の子がね、コックにお世話になってみたいなあれだけど、あ、しかもだいぶ後に知りますね。そうそう、だからよくあんだけのこういろんな問題をかけるよなっていう言葉もそうだけど、そう、でも結局みんななんかこう予想たく立てるけどあんまり当たってないですよね、うん、いろんなとこでこのキャラはこういう説、考察見てから外してるんちゃうかな、わざとね。いや、ワンピースもいい、ワンピースも意外と俺は昔から好きな漫画で全部読破したのがあってドラえもんなんよ。わかるかも、名言集めっちゃ出ますよね、ドラえもん。結構俺ドラえもん深いなって思って。あ、そうなんだ、うん、そうそう、結構最近名言集出されてますよね、多分。あ、そうなんだ、うん、なんかドラえもんのなんか元気が出る言葉、ドラえもんもそうだし、のび太もそうだけど、結構いろんな名言を入ってて、うんうん、その1個がドラえもんが言った言葉で、どっちも自分が正しいと思っている、戦争なんてそんなもんだよって言うんですよ。確かにね、だ結構その世の中の日本は平和ですけど、うん、まあいろんな国のニュースとかはただ漠然と僕ら見てるわけですけど、うん、やっぱああいうの深い理由が何かしらあって、お互いの言い分があって、ああいう戦争っていうものになっちゃってるじゃないですか、うん、それを僕この話で言ってるのを聞いて、ちっちゃい子供ながらにこんなもんなんかみたいな思ってたけど、大人だって聞くと、うん、なんか深い、こう喧嘩両成敗で、喧嘩両成敗で喧嘩する両方悪いみたいな感じで最初まとめられちゃうけど、その言葉聞くと、お互いに正義があってね、理由があって戦ってるから、なんか勝手に悪いとも言えなくなるなっていう、悪いとも言えなくなるし、要はその戦争ダメっていうこう反対する人たち側なわけや。そうですね、自分たちは起きてないから、自分たちは一回その核とかも絶対ダメですって言ってるけど、じゃあ実際ね、うん、そうじゃないんだよ、俺らは その戦争ダメなの分かってる、みんな分かってる、みんな分かってるし、やりたくもないけどやらないとダメなんだよ、国として人としてみたいな、戦う べき時がね、今はここで立ち上がるべきなんだっていうところを見ちゃうと、うん、もうそうも言えないのかなとか、だから実際当事者になったら、そのドラえもんの言った言葉が響くってことですよね、お互いね、自分がね、その国の人間だったら、俺だったらその家族守るために戦うなっていう判断になる時もあるわけじゃないですか、うんうんうん、だから戦争なくならないのかなとか、なんかいろいろこの話だけでいろいろ考えちゃって、あんなポップな絵なのにね、あんなポップな絵なのに、なのにこうやっぱ考えさせられることが出てくるっていうのは、すごいなと。子供にね、響きやすいしね。そうだからやっぱ漫画っていいんですよ。なんか教科書ですもん、漫画は。間違いないです。ね、なんかそれの教科書よりも漫画の方が言葉がこうやって入ってきやすいので、ぜひ皆さんもおすすめあったらコメント欄とかにも書いてみてください。ありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。チャオ。